皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は座圧測定をこういろんなパターンのクッションを使いながらやっていこうと思います。担当してくれる先生が神戸医療福祉専門学校三田校の西藤美子の川上と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。車椅子に乗っている時に一番結構大事なのはこの座っている時のポジションとか、あとお尻にかかる圧ですね。その圧がやっぱ褥瘡っていう、他の動画でも紹介してるんですけど、お尻のこう痛みがわからないので皮膚がだんだんこう、なんていうの、腐ってくるというか皮膚が腐ってきてしまうのを、やっぱ車椅子で麻痺の人たちはすごく気をつけないといけないので、そのためにはやっぱクッションと、まあ、持ちもたれも大事ですけど、クッションとかがすごい一番大切になってきます。なので今回、全部で5つですね、5つのクッションを準備して、まあ、私の体にはどういうクッションがあるのかっていうのを、これは何だっけ、座圧測定、はい、座圧測定のこう見えるものをちゃんと使ってやっていこうと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回準備したのがまず1つ目こちら、テラプレアですね。周りがウレタンフォームになってまして、中にロフォクッションと一緒のゴムの中に空気が入っているタイプになります。はい、2つ目が普通のロフォクッションなんですけども、高さが違うものですね。こちらが、まあ、ちょうどお尻のさっき言った座骨のとこになるんですけど、ちょっとくぼんでいたり、外側はちょっと高いもの、とあとはジェル、シリコンとウレタンの2つの構造と、あとはウレタンフォームの硬さが違う2つのものが入っている、この4種類とまこさんのスティムライト、はい、じゃあこのスティムライトを日常で使っているということなので、はい、それに対しての今座圧がどの程度どこにかかっているかっていうのを見させていただきます。はい、でこれ載せなきゃいけないんだけど、後ろ側突っ込め、立ちたいんだけど、回したまま戻ってくる感じ。はい、じゃあ、シートをお尻の下に敷いて今座圧を測っています。こんな感じです。これはどうなんでしょうか。前がこちらですね、青い方が足で、こっちの方がお尻になります。で、ちょうど赤い点が2つあると思うんですけど、ここは座骨結節と言われる座った時に当たる骨っていうのがこの赤い部分なんです。まあまあ均等には乗っているのかなというところがあるので問題はないのかなというところですかね。まあどちらかというと右側に、結構体重が寄りかかってるっていうのはこの図でわかります、はい、じゃあこの後に他のシートで検証、はい、はい、どうか今のこのクッションでいけてるかどうか、はい、はい、見ていきたいと思います。はい、で、乗り換えました、はい、今乗ってるのが今乗ってるのがあのウレタンフォームで硬さが違う2つの種類が入ったものに座っていただいてます、はい、動画を見ていただくと分かると思うのですが、うん、ちょっとこっちの端っこに圧があるっていうのがちょっと車椅子とクッションの幅がちょっと合ってないので、それもこれはちょっと気にしないでください、はい。であとはお尻の座骨のところですね。やばい、真っ赤っかやっぱりウレタンということで、うん、まあ、あんまり脊椎患者さんには使用しないんですけども、うん、もうこんだけ同じさっきのに比べたら、うん、座骨以上もうお尻全体でもがっつり体重かかっちゃってるっていう状態に今なってます。座った感じって
ってどうですか？座った感じはそんな違和感っていうのはない。別に全然座ってられる感じはありますね。で、そうなんです、あの積損患者さんはやっぱり感覚がないので、うん、まあ言ったら何でも座れちゃうし、うんうんうん、健常者と違うっていうところが、うん、健常者って知らない間にこう座り直したりとかするんですよ、うん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 、それがまあ意識してやらないとどうしてもできないので、そこでまあ褥瘡につながっていっちゃうっていうところがあります。で、あと私がもう一個気になるのが、さっきこの前ですよって言った足の方、うん、あ、ない。そうなんです。なんで、なんでやと思います？浮いてるからか。そう、浮いてるんです。だからまあ理想としては、まあ大体、太ももの部分ですね、うん、太ももの部分でも少し体重を支えれた方がいいのかなと思いますね、うん、なるほど、うん、もうその太もも部分での圧も全部お尻にかかっちゃってるので、うん、よりこんな赤くなってます、うん、はい、じゃあ次はあジェルとウレタンの2層構造のクッションとなってます。はい、ちょっと座った感じはどうですか？座った感じは、まあ、クッションの厚みがちょっと薄いので、いつもよりこう深く座ってるというか、そういう感じがします。あんまり座り心地は良くないかな、なんかちょっと沈む感じがして嫌です。そうですね、多分そのジェル単体っていうのはまあまあもちろんあるはあるんですけど、ジェルってやっぱり底付きしやすい、まあ、ただその分防水性に優れているとか、うん、下にウレタンフォームを入れることで底付きをなくすっていう、うん、なるほど、どうしても2層構造になっているのが多いかもしれないです。うん、で、まあ、ザーツ見てもらったら分かるんですが、うん、まあ、先ほどとそこまでは変わらないのかなっていうところです。なのであんまりそのジェルの今回高さがあって中空洞が多いので、うん、どうしても多分潰れてて、結局はウレタンと一緒のような感じになってるかなと私は今見てて思いました、ね。はい、じゃあ次ロフを教えてみました。どんな感じですか？まあ、あの支持面としてはさっきの2つよりはちょっと広くはなったかな、うん、というところなんですけども、やっぱり圧的には、うん、ちょっと高いのはまだ残ってますよね、うん、で座った感じってどうですか今回？なんかすごいずっこけ感というか、なんて言うんだろうな、腰がちょっと前にこう出て姿勢がすごい悪くなってる感じがして、個人的にはあんまり好きじゃないです。ずっこけ感っていうのがお尻がちゃんと入りきってないんですよね、うんうんうん、で、まこさんの場合後ろのバックサポートがモジュールタイプというか、あのリジットタイプ、硬いものになってますので、お尻がちょっと上がるだけでその位置って変わるんですよ、バックサポートの、うん、なのでお尻が入りきらずにロフの高さの分上に行くので、うん、ちょっとこう、うん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 、そう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 、すごい下っ腹が出てる感じがすごい、体がくの字というか、なんかそんな感じになってるから嫌だっていうのが、やっぱそのクッションの高さの違いっていうのも出てきたのかなって思います、太もももあまり支えられてないですよね。うん、というかここに局所的に今かかってるっていうのが、うん、多分座面のちょうど縁なんですよ、うん、あ、なるほどなるほど。なのでクッションはもうちょっと座面のパイプよりも先まであるのに、あ、だから奥行きが合ってないということですね。あ、なるほど、うん、了解に。じゃあ次がフラフレアにします。はい、じゃあ、フラフレアに乗り換えました。どうでしょうか？まあ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 、座骨の部分の圧はやっぱ高いんですけど、それ以外のところをしっかりつけているので、うん、今まで試してきた中でのスペシャルの中やったら一番いいのかなと思いますね、うんうんうん、座ってる感じもさっきのロフォのこうなんていうの、ずっこけ感はなくて、やっぱ後ろはちょっと硬いところがある分、まあ、姿勢っていうのはいいかなっていう感じですね。座り心地はそんなに悪くないです。じゃあ、5つ全部まずはザーツを測ってみて、
は何が結局今の段階で今ここにあるクッションの中で私に合ってるのかっていうのをもう一回ちょっと並べて5つの画像を並べて見比べてみようと思います。5つやってみた比較がこの画像ですね。やっぱり見た感じ私から見てもスティムライトが一番私のこのお尻の感じには圧が分散されているのかなっていうふうに思いますが、そんな感じですかね。はい、一番優秀だと思います一番合ってると思います、はい、ということで、はい、今回ダーツをいろんなクッションで測ってみましたが、見てる車椅子ユーザーさんとか、まあ、それこそ医療関係者の人たちにクッション選びというかそういう部分で大事なとこって何ですか？はい、大事なところは、まあ、本人さん一番いいクッションを選んでもらったとしてもやっぱり背もたれとの相性っていうのもありますので、まあ、今回はマクニさんのもともと使ってたクッションに対して自分のバックサポートを合わせて作ってらっしゃるので、まあ、普通に座ってる状態、基本姿勢っていうものがですね、骨盤がちゃんと立っている状態のことを言います。綺麗ですね、とてもそれっていうのはやっぱりちょっとお尻がしっかり入っていて骨盤が立っているっていうところで、背もたれとクッションの調整、普通やったら張り調整のある方は張り調整をまた見直してもらうとか、バックサポートも自分でオーダーで作られる方ももちろんいますし、こんな感じで既製品として付け替えれるっていうものもありますので、まあ、そこはクッションと一緒にどの組み合わせがいいか、じゃあやっぱりクッション買ったから満足乗せてみた場合じゃなくてってことですよね。はい、見てくれる人がいないと難しいっていうのはあるけど、業者さんが本当はね見てくれるはずなので、ぜひ皆さんクッションいろんなのが本当に、ね、昔からあるものもそうだし新しいものとかもどんどん出てきてるので、やっぱお尻を大切にすることとか、あと乗り心地が変わるだけでこう漕ぎやすさとか座ってる感じの楽さとかっていうのも全然違うので、やっぱいろんなものを試しながら自分の背もたれとの相性を見ながらお尻との相性を見ながらなんかいろいろ試してほしいなって個人的には思います。はい、はい、じゃあこんな感じで、今日は終わります。この動画が、役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。すいません。